社会保障を立て直す国民会議の広田はじめでございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。また特によりますと石井大臣参議院の審議との兼ね合いがあるというふうに聞いておりますので、時間が参りましたら退出していただいて結構でございますので、それまでの間よろしくお願いを申し上げます。まず住宅の耐震化についてお伺いをいたします。住宅の耐震化は地震対策の一丁目一番地であります。地震によって多数の住宅が倒壊すると多くの人命が失われます。またさらに倒壊によって地震火災の発生拡大、津波からの逃げ遅れ、道路閉塞による消防活動や救急搬送の阻害などによってさらに多くの命が失われます。つまり大切な復興の担い手を失うことになります。また被災された皆さんへの支援ニーズ、これも増大をいたします。避難所の確保、応急仮設住宅の供給、災害公営住宅の整備、瓦礫の撤去など、これまた莫大な公費負担が発生をいたします。財政は圧迫されて、それに伴って復興が遅れてしまいます。つまり住宅の耐震化を進めるということは、ルール述べてきたように、地震に伴うさまざまなリスクを同時に低減させる効果があるというふうに期待ができるわけであります。こういった中、昨年度、住宅の耐震化対策について新たな総合支援メニューが導入をされました。この総合支援メニューは効率的かつ集中的に住宅耐震化を推進するため、これまでは全国一律に地方公共団体を支援をしていたところでありますけれども、このそうでなくてこれからは住宅の耐震化に積極的に取り組む地方公共団体に支援対象を絞って支援をしていこう、こういうものでございます。また利用者にとっても分かりやすい制度にしようということで、工事費用などに応じて補助額がこれまで決まっていたわけでございますけれども、これを国と地方公共団体でですね、合わせて実質的に定額の100万円の補助にしようと、こういった制度だというふうに承知をしているところでございます。以上のことを踏まえて、まず石井大臣の方にですね、住宅の耐震化、この必要性と合わせて、この定額100万円、総合支援メニューの運用活用状況と今後の課題についてお伺いをいたします。石井国土交通大臣。地震時の国民の生命、財産を守るため、住宅の耐震化を促進することは大変重要な課題と考えております。このため、国土交通省では、防災安全交付金を活用をし、住宅の耐震化を支援をしてきたところでありますが、さらに耐震化を促進するため、平成30年度から新たな仕組みといたしまして、今、委員からご紹介いただいた、耐震化に積極的に取り組む地方公共団体を対象とする総合支援メニューを導入したところであります。総合支援メニューを活用する市区町村は、昨年度は212でございましたが、今年度は496となる見込みでありまして、住宅の耐震化に積極的に取り組む地方公共団体が着実に増加をしております。特に委員のご地元の高知県におきましては、34すべての市町村で活用していただいているところであります。また、総合支援メニューを活用するためには、個別訪問等による住宅所有者への直接的な働きかけ、耐震改修工事を行う事業者等の技術力向上等の地方公共団体による積極的な取り組みが必要となりますが、これまでこうした取り組みが行ったことがない地方公共団体は、本制度の活用に消極的になることが懸念をされます。このため、国土交通省では、地方公共団体における耐震化に向けた積極的な取り組みを支援をし、総合支援メニューの活用を促進するため、住民向けの分かりやすいパンフレットの作成、事業者向けの講習会のためのテキストの作成等を行っているところであります。引き続き地方公共団体との連携のもと、住宅の耐震化が促進されるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。広田君。委員長。はい、先ほど答弁があったように、
まあ、212だったものがですね、496と、まあ、倍以上に増えていくということであります。逆に支援対象をですね、絞ったがゆえにですね、これによって住宅の耐震化の必要性、まあ、問題意識を持つ自治体も増えてきたということでございますので、ぜひともですね、さらに支援、まあ、一段と加速をしてですね、国全体の底上げ、耐震化につながるようにですね、より一層の積極的な取り組みをしていただきたいというふうに思いますし、まあ、この制度は非常に、まあ、定額も100万円というふうな形で、分かりやすいですし、まあ、それに加えて、市町村の判断でですね、それにプラスアルファできる仕組みにもなっておりますので、ぜひともですね、これを充実強化をしていただきたいというふうに思っております。まあ、このことを踏まえましてですね、次に耐震化率の目標と達成状況に関連してお伺いをしたいと思います。平成28年に改定されました耐震改修促進法に基づく基本方針や住生活基本計画では、まあ、住宅の耐震化につきましては令和2年までに耐震化率を少なくとも、まあ、95% にするとしています。この目標を達成をするためには耐震性のない住宅の戸数を平成25年以降の7年間で650万戸、まあ、年間ベースで約90万戸、まあ、減少させなければなりません。まあ、現在は建て替えや耐震改修による耐震化は年間約30万戸というふうにまあ言われているわけでありますけれども、この目標を達成するためには今のペースの3倍にまあ増加をさせなければなりません。ですのでお伺いしたいんですけれども、まあ現時点でですね、この住宅の耐震化率一体何パーセントになっているというふうに推測できるのか、加えまして、まあ、期限である令和2年まであと1年しかありません。まあ、このことを考えますと目標達成は不可能ではないかなというふうに思いますけれども、ご所見をお伺いをいたします。石田住宅局長。お答え申し上げます。まず現在の状況でございますが、耐震化率につきましては基本的には5年に1回総務省で実施されます住宅土地統計調査のデータをもとに我々としては施策を進めているところでございます。でこれにつきましては5年に1回の調査が昨年の10月に実施をされたところでございまして、その結果が本年度中に公表される見込みとなっております。先ほどご指摘ありました通り、我々の方としましては現在の目標の達成に向けまして、先ほどご指摘ありました実質的な定価向上の導入などいろんな取り組みを拡充図ってきておりますけれども、それでも現在の目標の達成が容易でない状況にある、それについては十分認識をしているところでございます。で先ほど申し上げました新しいデータが本年度中に出てきますことから、それを踏まえまして引き続き耐震化の促進に向けて施策の推進に全力を挙げてまいりますが、そのデータをもとに耐震化の進展状況や施策効果などについて分析検討させていただきたいというふうに考えております。またこれと並行しまして住生活基本計画の全国計画についての新たな議論が開始される見込みでもございます。そういった議論の中におきまして耐震がかかります今後の目標や施策のあり方についても議論をさせていただければと思っております。広田君。はい、正式なデータについては今年度末出てくるということでございますけれども、ただこの650万戸の耐震改修が必要だというふうな中で、うちですね、住宅の耐震改修これ約130万戸だというふうに承知をしているわけでございます。国交省の方は毎年毎年予算を計上してですね、まあ、その中でどれだけ先ほど来大臣とも議論しましたけれども、非常に積極的に住宅の耐震化を進めているわけでありますから、おおよそですね、毎年毎年の実績の積み上げというものは把握をされているはずでございます。そのことを考えたときに、この住宅局の中で分かる範囲としては、おそらくこの住宅の耐震改修、この130万戸、これが達成できるかどうかだというふうに思いますけれども、この点の見通しはいかがでしょうか。石田住宅局長。お答え申し上げます。
先生ご指摘のとおり、今、耐震化の促進に向けて、予算制度、あと税制措置、こういったもの の措置によって、我々の方でどれぐらいできているかというのは、ある程度の把握ができる部分がございます。ただ一方で、旧耐震のものはかなりもう古い住宅でございますので、いわゆる自然な、いわゆる建て替え、もしくはいわゆる建て壊し、こういったものが結構進んできている状況もございます。その辺が今どれぐらい進んでいるのか、そういった我々の施策によらない部分が実は我々としては全く把握できない数字でございまして、それが5年に1回の全国の調査のもとに把握できることになりますから、それを踏まえて全体の状況をきちっと把握したいと思っているところでございます。広田君。そうするとですね、結果令和2年までに少なくとも 95% という目標を掲げているんですけれども、それについては達成したかしないかは分からないまま、結果として、年度末を迎えることになると、こういうふうな理解でよろしいんでしょうか。石田住宅局長。お答えを申し上げます。先ほど申し上げました住生活基本計画の時期改定、通常5年に1回やっておりますので、まさしく令和2年度中に改定をすることになります。当然それに向けての議論、あとその現行の計画の達成状況の検討検証を行うことになりますので、2020年度令和2年度の間には今その達成がどういう状況にあるか、できているのかできていないのか、できていない人はどの程度まで進めて、どういう形がどこまでできているけれども、どの程度まだまだダメだったのかとか、そういったことが分析検証をさせていただくことになると考えております。鶴田君。はい、今日はこれまでにしますけれども、ぜひとも先ほど言いましたように、住宅の耐震化というのは国民の皆さんの生命財産にかかる非常に重たい数値目標だというふうに思っておりますので、ぜひともですね、普段の検証をしていただいて、適時適切にですね、現実的で達成可能な目標に見直していただくように強く要望をしたいというふうに思っております。それでは次にですね、道路の老朽化対策とその財源についてお伺いをいたします。高度経済成長期に整備された道路の老朽化が進行しています。戦後復興が進み、自動車の台数などが急増する一方で、我が国の道路整備状況は著しくその時は不十分でした。そのため、昭和29年に揮発油税の収入額を道路整備事業に充てるといういわゆる道路特定財源制度が創設をされました。これによって道路整備は着実に進んだわけであり、また平成の時代に入っては我が高知県のような地方ではまだまだでありますけれども、全国的には道路の整備水準が向上する一方で、国の財政が極めて厳しい、こういう状況になりましたので、平成21年度には道路特定財源は廃止をされ、一般財源化をされたわけであります。当時私は参議院議員でございまして、民主党会派の国土交通委員会の理事を務めさせていただいておりました。先ほど申し上げたとおり、その時は民主党もこの道路特定財源の廃止一般財源化には賛成だったわけですけれども、私としては地方の道路整備はまだまだ不十分だということ、そして都市部も将来的には莫大なですね、老朽化対策が必要だとして、当時は若気の至りだったかもしれませんけれども、道路特定財源の廃止に反対をして、当時理事を辞任をした記憶がございます。ただ現在では高度経済成長期に整備をされました道路の老朽化が進んでおり、道路のですね、維持管理更新には令和20年度ではですね、2兆6000億円から7000億円に達すると、こういうふうに見込まれているわけであります。また加えて道路の ICT や AI 化の導入が進められようとしておりまして、これまた莫大な財源が必要になるわけでございまして、私でさえ道路特定財源を単純に復活しろとは言いませんけれども、すでに高速道路については平成26年度に道路整備特措法を改正してですね、15年間の高速道路料金の徴収年限を延長して、
老朽化対策の財源を確保しているわけでございますので、私はその他の道路についても老朽化に伴う維持管理更新費については使途や期間を限定した上で、私は安定財源を確保するということが国民の命安全を守る観点からも喫緊の課題だというふうに思いますが、この点についての石井大臣のご所見をお伺いします。石井大臣。我が国の道路整備は着実に進んできたものの、今だ十分ではないと認識をしております。例えば高速道路は全体の 15% がミッシングリンクとして残っておりますとともに、開通した区間につきましても約4割が暫定2車線となっておりまして、ミッシングリンクの解消や、4車線化は、なるべく速やかに解決をしていきたいと考えております。それらに加えまして、道路インフラが老朽化をしておりまして、維持管理更新費の増大が見込まれております。また災害の多発化に対応いたしまして、防災対策費の増大も見込まれます。このような道路整備は我が国の経済成長や地域の活性化、国民の安全安心の確保を図るため、着実に進めることが不可欠であり、今後とも安定的な財源などの確保が必要と考えております。はい、ぜひともですね、安定的な財源の確保に向けて、不断の検討していただくように強く要請をしまして質問を終了します。どうもありがとうございました。次に三谷